ドジャースの大谷翔平投手は今季、史上初の50本塁打 &50 盗塁、50から50を達成し、数字を54,59に伸ばした。米データ会社コーディファイ・ベースボールは50本塁打以上を記録した選手の盗塁数一覧を投稿。大谷がぶっちぎりで1位になっている。同社が公式 X に投稿したデータによると、1シーズン50本塁打以上を放った選手の、 同一シーズンの盗塁数1位は大谷の59。2位は1955年のウィリー・メイズと2007年のアレックス・ロドリゲスの24。4位が1996年のブレイディー・アンダーソンの21だった。5位以下は1998年のケングリフィー・ジュニア。 の20万2001年のアレックス・ロドリゲスと1998年のサミー・ソーの18万1921年のベイブ・ルースの17万2022年のアーロン・ジャッジの16となっている。50から50が前人未踏の時点で大谷の1位は確定していたが、圧倒的な独走状態。2位の2人を合計しても48で大谷と11の差があるぶっちぎりだった。 このデータに改めて驚きの声が寄せられた。投手でしょ ?50 の20ですら狂気の沙汰なのに、大谷はあんなことをする。間違いなく暴徒私の意見では7億ドルはお買い得とコメントが集まっていた。